よちゃん。ほら、さすがね、4号線。あー、点滅してる。これはね、女子の。撮るの3年ぶりぐらいじゃね、4年ぶり、超初期の頃だよね。なんかまだ俺字幕でやってた頃じゃなかったっけね。久しぶりに楽々ノードを撮ろう。なんか名前変わっちゃったんだよね。前楽々ノードだったのに、なんか広域なんちゃら濃度とかって名前変わったよね。残念でいた仕方がない。ほら、レンジャー君来た。日光から帰ってきたね。日光面白かったよ。トビさんの頃に日光はよく行ったからさ、なんか懐かしいような、なんか走ったことないとこのような。なんかすげえ鬱蒼とした森の中走ってきて。現場超絶狭原だったし。信じらんない。先輩から狭いから気をつけてくれって言われてさ。期待を裏切らないぐらい狭かった。死ぬかと思った。ほら、これ左曲がったとこの現場も行ったよね。最初の頃はほら俺ずっとこれ通ってたけどさ、あそこ川沿いまっすぐ行ってほら代金までぶつかる道を覚えてからさ、ずっとあっちばっか行ってたから。狭いけどね、すごいね。すごい狭いから気使うけど、でもこっちからこうさ行く分にはいいんだけどさ、向こうから戻ってくると、厳密に言うと左折が代金なんだよね。みんなさ大型曲がってんだけどさ、そうだから俺も真似して、まあそこの区間だけだからさ、そう無視して曲がってたんだけどさ、なんかふとね、つまんないことでね、なんか切符切られたりなんかあってもらったなと思ってさ。こんなん YouTube で言っちゃいけないんだろうけど、正直に言うね。そう、でも結構もうちょっとあっちの方もそうだけど、ほらなんか代金だけど暗黙の了解で取ってるとこ結構あるよね。パトカー行っても何にも言わないみたいな。千葉の工業団地なんかもそうだよね。もはや代金無視しないと入れない現場とかあるからさ、なんだっけ、白石だっけ、そうとかさ、なんかあの辺だよね。あっちもこっちも代金放題でさ、そういえば昨日ほら午後からね、千葉の現場ね、パンダのコスコ乗っけて行ったけどさ、何気に千葉行っても久しぶりじゃないですよ、ね、気持ちいいね、楽々の音をね、気持ちいいね。これもうちょっと行くとさ、右側にローソンがあるじゃん。
俺塗り始めた頃分かんないラスクのローソン無理やり突っ込んでさ、あのひどい思いした記憶がある。そう、このラクダ君の堂はさ、あっちよりはほら若干広いけど、なんかこう輪出しっていうかすげえハンドル取られんじゃん、ね、それが嫌だ。たまにトレーラー止まってるよね、夜中とか。どうしようかな、流山から乗るか。なんかもう最近ダメだね、ずっと首都高混んじゃってさ。三里から乗っても多分三里線もダメでしょ。だったらこのまんまずーっと川沿い走っていってさ、松戸から乗っちゃおうかね。あれ昨日だっけかな、昨日流山から乗ったけど、なんかあんまり下だけに変わんなかったし、結局だったら松戸から乗った方がね、安いからね。気持ちいいね。明日も早いもんで土曜日だね。明日はどこかな。ちなみに土曜日休みだったのはあれだよ、明日じゃなくて来週ね、25だっけ。そう、あいや、やっぱ流れ山行かない。この時間だからね、三里空いてるよね。わざわざ混んでる首都高に特攻しなくてもさ、いいじゃん、ね。お金払って渋滞はまりに行ってもしょうがないからさ、ね、てかほら、ここもなんか落ち着いてない、ほら。あ、今日いないね。ね、いつもこの辺まで伸びてるのにね。よいしょ。むしろこれ信号1回で行けちゃう場所じゃん、これね。やば。ほら、なんか石ころ乗っけた、それ偉いよ。ね。石ころ、コンクリートって言えばいいのか。ね。マルシンウニさん名前言うなって。俺マルシンハンバーグがもう大好きでさ、もういつから食べてないだろう、3年ぐらい。なっちゃんとスーちゃん横浜来てからはもう食べてないから。でもなんかいつだっけ食べたんだよな、俺結構好きだからさ。あれほらね、焼くだけジューってさ、
油がついてるから焼くだけ、ジューッつってさ、でソースとマヨネーズかけて食べると超美味しいんだよ。よいしょ、ほら今日もここトラック行ってるね。お、ほらピピピって、ほらピピピって怒られた。ちょっと左がハイフラしてるでしょ、これ。違う、これなんか玉じゃなくて、なんかね、配線がなんかおかしいみたいでさ、左の横のサイドバンパーのとこだけなんかつかないんだよね。じゃあもうあれだね、ここ右曲がったら終わりだね。結構もう1時間ぐらい回してんじゃない。この土手沿いがさ、なんか今日むしろ空いてるねこれ本当に飲まない方がいいんじゃないこれね、なんか今日すげえ空いてるね。あ、なんか待って、なんかいきなりカメラが起動したんだけど、なんかほらタブレット信じらんない、勝手にカメラ起動したんだけど、よし、じゃあとりあえず松戸から乗るか乗んないか、三郷から乗るか乗んないか思案するから邪魔しないでくださるかしら。今日はあれだね、これ返却して今度はチャチャチャってやってチャチャチャって終わりだね
じゃあ終わり、お疲れちゃん、完全に。あ、芋の館しばらく出してないね、あっちね。ほら日曜日ね、仕事始めちゃったからさ、撮ってる暇ないよ、ね、だから決して期待しないように。じゃあ終わり。疲れちゃう。もう戻って日光から戻ってきてさ、まあ、毎日来てたよ、ほねほねロック。今そこのさ、城南島の信号待ちでさ、同じ開墾の同業者さんのさ、視聴者さんからコーヒーもらった。もう飲んじゃった、冷たいうちに飲もうと思って。ごちそうさまでした。最近ほんと毎日いろんな方に声かけてくださって、ありがたき幸せと同時に悪さできないね。道端でぬぐすもできない、ね、ダメか。ねえ、でこれなんかさ、今二重でなんか明日の筆記群のやつ乗っけたけど、これもしかしたら明日俺行くやつかもしれないね。わかんないけど、まだわかんない。そんな感じだけど、日光なんかほら、俺トビさんのこれよく言ってたからさ、あ、さっき言ったっけ、そう、なんかさ、ね、見たことあるようなないような景色だったけど、なんかでもあの商店街の雰囲気がすげえ覚えてる。そう、ほら俺ら山の中でやるトビさんだったからさ、山で仕事して下山して安全の街中通って、あのね、泊まってる寮みたいなアパートに帰ってたからさ、そう、今日のゲットすっげえ狭かったよ、マジで信じらんないぐらい狭かった。先輩から狭いって聞いてたけど、狭いって聞いてたけどね、そう、あの本当に期待を裏切らないぐらい超絶狭かった。バックはまあ大したことなかったけど、中でこう一回 U ターンして方向転換しなきゃいけないんだけどさ、結構屋根が低くてさ、そう、結構ビビってよ、あれちょっと嫌だね。しかも今日晴れてたからいいけど、そんでも結構下湿ってたから、あれ雨降った後大変だね、ぐちょぐちょになったよトラック。最低。そう、まあ、そんな感じだからさ、とりあえず明日、わかんない、明日来ないかもしんないし、わかんないけどさ、明日やって、まあ明日土曜日だからゆるくやって、日曜日また4トン乗って、で来週やって、来週の土曜日休みだね。あと10日ぐらいか、頑張ろうで。まずさ、ね、事故したら元も子もないからさ、ね、まあ、そんな感じだから、とりあえずちょっと仕返し途中まで先頑張ったから、今のうちにちょっと仕返ししちゃうわ、ね、待機、まあ、待機になったからさ、ね、本線待機の間に仕返し続きやっちゃう。